アキアンの真面目な話。とですね、今回はですね、田舎はええよという話です。田舎言うてもさ、交通の便が悪いやないの。電車とかバスとか、あんまり通ってへんやないの。お店も近くにないし、買い物したい言うても、すぐに買いに行かれへんやないの。ま、確かにそうですわ。それはね、間違いないんですが、辺境の山奥とかではない限りは、まあそこそこの自然豊かな町だったらね、そこまで不便ではありません。秋はね、香川県に住んでおりまして、できるだけ平坦なとこがいいということでね、平坦なとこに住んでおりますがね、確かに、車とか、そういったもんがね、ないと、ちょっと軽く不便です。けども、平坦を選んだ理由としましてね、アキアンは、自転車乗ったら壊れるけども、妻斉藤さんやったら、自転車でね、いろんなとこ行けますから、山奥のね、急勾配の坂道とかね、そんなんはほとんどないのでね、自転車で移動できます。ほんでね、それと、まあ、田舎と言ったらやっぱね、一番ええんちゃうか言うのはね、まあ、静かですよね。都会は便利ですけどね、やっぱりね、うるさい。ね、やっぱりね、田舎は静か。秋はね、そんなにこう、贅沢、したいと思ってないのでね、田舎暮らしはね、最高です。駅前とかね、繁華街へ行ったりね、することないのでね、この田舎暮らしがね、最高です。はい。まあ確かに、都会の便利さね、田舎のこう、静けさね、わかりましたけどね、都会もね、田舎もね、結局はね、金なかったらね、どっちもね、あかん。それを言うな、横山。